こんばんは。こんばんは。8月10日、午後7時になりました。第キレのいいとこでね、第250回ということです。今日の街なんですけども、やっぱり暑かったですね。昨日よりは一度低かったね。昨日35度、今日は34度ですかね。一度寒、あ、涼しかったけどやっぱり暑かったですね。というようなことでね、慌てて仕事から帰ってね、夕刊も30秒ぐらいで見ましたらね、昔でいう斎藤記念ね、今年からですかね、政治小沢松本フェスであるというようなことで出てましたね。開幕しましたということで、松本の市内ですね、なんかそのフェスティバルの旗がね、はためいてて、たなびいてか言ってましてですね、雰囲気を盛り上げていたというような記事が夕刊に載っておりました。というようなことでね、今日も、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、豊坂小学校の教頭先生、伊沢明先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というようなことで、はい、今豊坂小学校の教頭先生ということなんですけども、はい、前任はどちらの方の学校だったんですか？前任校は、小諸市の坂の上小学校。ああ、坂の上にあるんじゃねえな。違う。あ、いや、ありますよ。本当。あ、そうなんです。はい、冗談言ったら本当だったんですか？あ、そうなんですか。浅間山のね、麓にある、学校ですね。あ、そうなんですか。はい、で、お宅は向こうの方なんですか？私、今、家は佐久市にありまして。佐久から通ってる？いや、今ね、単身赴任で。あ、単身赴任で、教員住宅にいらっしゃる？いや、あの普通のアパートで。アパート、はい、先生、お金あるから一軒家借りてると思って。いやいやいや、そうしたいんですけどね。あ、そうですか。アパートです。あ、そうなんですか。はい、あ、分かりました。ところでね、先生、はい、あの先日なんか体育館お別れの会やったそうなんですけど、ね。はいはい、あ、そうなんですよ。お別れするんですか？そうですね、まあ50年ぐらいね、使ってきた体育館、これでもう、ちょっと古くなってますんでね、夏休みに壊しまして、新築をするということになってますね。あ、そうなんですか。で、この間7月28日の日が、あの終業式だったんですが、その日にまあお別れ会も一緒にっていうことで、まあ、地域の方もお招きしたり、あとまあ子どもたちがどんどんとね、思い出をこう語ったりする会をね、ちょっとやらさせていただきましたね。体育館お別れ、あのね、懐かしく思、懐かしい思い出なんかもいっぱい話になって、はい、そうですね、最初はね、子どもたち話してくれるかなっていうのがとっても心配だったんですけどね、どんどん次から次へと、いろんな思い出語ってくれましてね。楽しい思い出、悲しい思い出、いろんな思い出も。そうですね。で、嬉しかったのは、6年生がね、全部司会も進行もやってくれて、じゃあ子どもたちがもう本当に進めてくれて、お別れ会を、そうですね、それは本当に嬉しかったですね。あと、まあ、体育館これ取り壊しになりますんで、まあ、壁に、まあ、お別れの、ね、メッセージを書いたり、っていうこともしましたね。それお別れのメッセージ書いて、それはもう壊しちゃうんですね。そうです、そうです。その場限りでっていうことですね。ただしですね、あの床材を一部こう取っときまして、でそれをまあ記念に、しようかなっていう計画もね、あったりはしますよね。そういうお話よく聞きますね。あのだいぶ以前の話なんですけども、松戸中学校もね、建て替えるときになんかね、あの床材とか階段の板を使ってね、なんかね、いろいろ記念品を作ったみたいですよ。あ、やはりそういうようなお考えですか？今ちょっとね、まだどうなるかわからないですが、そうですか。そんな計画もちょっとしたりしてですね。そうですか。まあ、古い体育館はそうなんですけども、新しくは建てるんですよね、もちろん。あ、そうです、そうです、建てるんですよね。壊すってそのままじゃないですか。あの来年の秋に完成する予定ですね。あ、はい、そうなんですか。はい、こちらがそうなんですか？これが、はい、新しい体育館ですか？そうですね、ですね、ちょっとじゃあ説明をさせていただきますとですね、今の体育館よりかなり大きい体育館になりますね。なんかこの図だとなんか小さく見えるけど、本当大きいんでしょ？大きいですね。今体育館の周りに、まあ、会議をするためのね、リラホールっていうホールですとか、あとはまあ
古い給食室ですとか町務室あったんですが、うん、それも全部壊しまして、はい、まあ、ここに一つに、して大きくするという計画になってます。はい、じゃあみんな何て言うんだ、多目的というかいろんなものが入っちゃう。そうですね。で、まあ、地域のこう避難所としてもね、重要な機能がありますので、ですので、まあ、あのシャワールームですとか、うん、避難の備蓄倉庫ですとか、そういうものも含まれてますね。で、まあ、ちょっと見ていただければですけど、はい、まあ、この辺りですかね、はい、この屋根にソーラーパネルもついたり、なるほど、近代的だ、はい、ありまして、将来に対応した体育館ということになります。ただまあ今までね親しんでいただいてたね、うん、古い体育館なくなっちゃったり、ちょっと会議室がね2階になったりして不便にはなります、うん、なる面もあるんですがね、でも新しい体育館でまあ勉強できる日が待ち遠しいなと今は思ってますね。体育館の屋根の上にあるんじゃないでしょう、会議室は。ですね、玄関の、玄関の上がった上にいうことになってますね。笑われちゃったよ。体育館の屋根の上ねえだろうって言ったらね、もう6階7階のぐらいの屋根になっちゃうんですよね。そうですね、やっぱ違いますよね、もちろんね、はい、はい、体育館の横に結構じゃあ広い、先ほどもお話しあったけども、はい、体育館があってその横に会議室ってなると結構すごい広い建物ですよね。そうですね、私もねどうなるか今ちょっと、ね、ドキドキしながらですけど、まあ倉庫も横に併設されてますし、それは大きいですよね、大きい体育館になると思います。はい、そうですか、はい。どう先生、なんかその逆に話が逆になって申し訳ないんだけども、はい、こちらにこれが古い体育館の50年前の写真ですか、これは。そうなんです、実はね校長室にいろいろね今度あの建て替えるってことで資料探してたら出てきましてですね、これがちょうど50年前昭和40年から建て始め、あの古い体育館をね建てたんですが、その時の竣工式ですね。でこれがですね、地域の皆さんだと思うんですが、地域の皆さんもお手伝いをしてこうやって、当時はボランティアなんて話、言葉はなかったんだけど、奉仕作業、奉仕作業をしたっていう記録も残ってますね。あ、そうですか、じゃあ地域の人が皆さんで、ですね。でこれもまああの高い屋根に登って、これは作業員の方だと思うんです。そうですよね、これ地域の人が登れないですよね。そうですね、だと思うんですが、こんな形でまあ、機械もね今に比べればまあねそんなに機械もなかったのにね、機械の姿ないですね。まあちょっとねクレーンで釣ってるぐらいで、クレーンで釣ってるんかですね。あと人力でやってるって形ですね、これ。あとこれはですね、はい、これちょうど屋根が乗ったとこですかね。昭和40年の秋うち夏の終わりからちょうど一冬かけて作ったそうなので、まあ、秋ですかね。これよく見ると雪かな、が乗ってるんですけど、ね、白いのが雪ですか、だと思うんですが、だ冬を越してっていうことですね。でこれ足場がほら丸太じゃないですか、そうですね。これは当時豊坂小学校学校林があったそうで、でその木を、まあ、PTA の方切り出して、なるほど。で皮も剥いて、作ったという皆さん、こういう方が皆さん、そうですね、これがきっとね当時の PTA の方だと思いますが、こういう写真も残ってました。なるほど、素晴らしいですね、はい。これは中ですね、ちょうど床を張る時ですかね。もう本当に今も面影がありますけど、これは正面後ろの、後ろの入り口ですか。そうですね、ステージ側から撮った、ステージ側から撮ったんですね。わかりました。これはこれもそうですか。これはですね、今からするととってもね珍しいとか面白いんですけど、これ最後に完成した時のお祝いの会ですよね。あの今の体育館の完成した時の、そうです。で当時はまあいっぱい子供がいたってことがいますね、よくわかります。今は多分この、ね、前の方にちょっと今全校70人ですので、当時は何百人ですね。そうですね、300人ぐらいはいたんでしょうかね。なるほどね。これは
これはまあ竣工式、そうですね、当時の、ね、町の関係者の方だと思いますが、竣工式の写真ですかね。あ、50年前というとあれですかね、まだ豊坂村だったんですか。松代町の、あ、松代町ですか、支部ですかね。なるほどね、あ、分かりました。それから、あ、これは、あ、そうですね、新しいですね。え、今現在の様子というか、まあ、もう今は、ね、工事で覆われてますけど、あ、まあ、記念に少しでもということで今年撮った写真ですね。あ、なるほどね、はい、さすがカラーですね。で、地域の方が本当に綺麗にね、使ってきてくださったので、うん、50年経っているとはいえまだね、十分使えるは使えるんですけどね。で、これあの6月の音楽会の写真で、1年生の写真ですが、これ今年ですか。そうです、そうです。で、これが南側から、南側、ちょうど玄関入るところですかね。ということで、先生、なんかね、いろいろお話いただいて、はい、時間も少なくなってしまったんですけど、はい、話はね、はい、ガラッと、はい、突然に変わりますけど、はい、先生、なんか台湾にいらっしゃる。え、なん、そうなんです。台湾に、はい、先生、はい、子供たち、ね、子供たちと、まあね、先生も何人か行くんですが、交流、先生も、先生も連れて。あ、私はね、今年は行けないんです、残念なんです。留守番。あ、そうです、留守番。そうなんです、はい。じゃあ校長先生がいらっしゃる。え、今年校長先生が、どちらかね、お二人でいらっしゃらないんですよね。そうなんです。あ、なるほどね、はい、どんな、それは どういう昔のあれですかね、オリンピックの一個、そうです、そうです、一国の関係ですか。はい、あの、一国一国運動で長野オリンピックの時にね、台湾を応援したっていう関係 で、でそれから、まあ、途中途切れたりはしながらね、継続的に、まあ、あの、活動を続けてると、交流続けてるっていうことですね。で、今年はこちらから、20名ぐらいですかね、子供が向こうに訪問する番になってまして、各年でこう行ったり来たり。じゃあ去年いらした。そうです、そうです、はい。もちろん先生いらしたことないですよね。あ、まだですね。来年は、来年、再来年か、再来年、あ、そうですね、はい、ですね、来年いらっしゃるね、行ければいいなと思ってますけど、はい、ね、で、こちらに先生写真もあるんですか。あ、はい、ちょっとね、お持ちしました。あ、これ、こっち、これですか。あ、そうですね、今これ出てる写真になりますが、これが、これがだから、これが25年度いっ、だから去年、一昨年行った時の交流の様子だそうです。あ、なるほど、これ多分模擬授業というかね、向こうのクラスに入って授業を受けてるような交流の姿だと思いますがね。これはあれですか、なんかこう一緒に授業をやったり、やってみたりするんですか。学校でもちろん、あの、これは1日目かな、向こうに行って1日目の歓迎会の、あ、歓迎会の、晩餐会の様子だ。じゃあどっかホテルかなんか撮ってやって、はい、そうですね。で、これも一緒に、あ、これはお昼食べてるところですね。で、大変にまあ歓迎していただいたってことは聞いてます、私。はい、そうなんですか。素晴らしいですよね。だから、はい、今年もまあ10月の31日からね、11月の3日まで行くんですけど、子どもたちは本当にもう楽しみに、でしょうね、してますね、はい。こう語学っていうか言葉なんかは、CD がありましてですね、勉強の CD、 勉強の CD がありまして。あ、そうなんですか。これもあの学校職員が、あの、作ったものだって聞いてますが、先生が作った。あの先生方がね、過去の先生方で、それ今夏休みで子どもたち聞きながら勉強してる。じゃあその行く生徒たちには配って。あ、そうですね、一番配って勉強してくださいと、はいはい、いうこともやったりはして。じゃあその基本的な話、食事とか、ちょっとした会話できるといいですね。はい、素晴らしいですね。はい、いや、その向こうから来てもいいですよね、先生。素晴らしいじゃないですか、あの雰囲気が。その緑があって、あれ春、桜もなんで、この道の横に桜がすごく綺麗じゃないですか。あ、まあ、豊坂市は桜の名所ですからね。ですよね。あの桜もあれですか、こう皆さんで管理してるんですか。あの去年たまたま校長先生がね、ちょっと傷んだ桜があったのを心配されて、で、校長講話で子どもたちに、まあ、守ってもらえるといいなっていうような話をしたんだそうですよね。そしたら子どもたちが、まあ、有志というかね、あの去年は6年生で今年5年生なんですが、桜守りたいっていうのを作りまして。なるほど、いい名前だな。で、
枯れた枝を切ったりとかっていう活動でね守ってますね。あ、そうですか、いや素晴らしいですね。あ、先生もう申し訳ない時間も過ぎてきちゃってね、はい、先生最後に一言、はい、その地域の方に、はい、まあ、豊坂の人も含めて、まあ、土の方、はい、全国の方に何か一言あったらぜひお願いします。はい、いつも、まあ、豊坂家の皆さんには本当に子どもたちの学習支えていただいて、もう本当にありがたいと思ってます。これからもぜひよろしくお願いしたいなというふうに思ってます。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。お知らせのところ、はい、ありがとうございました。はい、小黒さんでした。もうね、素晴らしいお話で、はい、よかったです。台湾まで行けるって、ね、あ、私も行きたかったんです、はい、ね、はい。ということで、予告じゃない、予告お知らせです。お知らせね、はい、はい。エヴァンゲリオン展っていうのがね、お、4月4日から始まってはいるんですけども、今月いっぱい、8月30日まで、ね、水野美術館で行っています。はい、真っ白も多少関係ありますんでね、はい、いろいろとやってますんで、ぜひまた参加していただければいいかな。ちょっと私も見あの、ね、いろいろと見るけどやっぱりちょっと私にしたら難しいなってなって、でもその難しいのがいいんだって言われました。それともう一つ、真っ白にもね池田真央美術館ってのありますよ ね、はい、そこでねやっぱりですね、8月7日から始まってるんですけども、はい、9月2日まで、更科真理子さんという、ね、マリコ店っていうのをやってます、はい、これもねやってるし、町歩きセンターでねちょっと割引券も出てるので寄っていただければいいかなっていう、はい、新しいまたね、展示会なんでぜひ見ていただければいいかなというふうに思います、はい、よろしくお願いします。ぜひね、はい、町歩きセンターに置いていただいて、はい、割引券をいただいて、そうです、ぜひね、はい、そんな形でお願いします。はい、はい、続いてですね、はい、予告放送ですね、はい、8月17日、はい、これもね安住の会、園芸福祉安住の会っていう方が、ね、活動されてるんです。ね、花をね結構いろいろとあの植えたりね、うん、なんかしてる団体なんですけれども、うん、その会長さんの宮沢さん、この女性の方ですけど、はい、来ていただいて、はい、いろんな取り組みですね、うん、お聞きしようかなというふうに思ってます。パーソナリティ三田さん、はい、そんな形 で、はいでね、はい、よろしくお願いします。ちょっとね綺麗なお話になるかもしれませんね、はい、いいちょうどねいいと思います。あ、分かりました、はい、そんなことで来週お楽しみに、はい、お願いします。